どうもお久しぶりでございます。今回はですね、世界初畳の上に発泡ミシンを置いてあるだけの動画を撮ってみました。畳の上に置いてあるだけじゃなんか物足らなかったので、届いた、当時のこの全塗装する前の塗装の状態、あと錆の状態とか何枚か写真で撮っておいたので、それも一緒に見ながら畳の上の発泡ミシンをいじくる動画をご覧ください。まずはこれが押さえ部分の、写真ですね。本体部分の緑の塗装がもう錆で浮き上がってる状態ですね。すごいですね。そして、これがクランクの裏側のシャフトの部分ですね。シャフトの、軸受けの部分ですかね。サビサビですね。いいですね。でこれが同じところですね。真ん中の細い棒が入るんですけど、それが欠品してました。あとこの部分にちっちゃいベアリングが入るんですけど、それもなかったですね。よしとしましょう。でこれが針棒の真上から写した写真ですね。真ん中の針棒の、穴、ここですね。ここに糸が通って、下の針棒から糸を出して針に通すって感じですね。それでこれが糸調子部分の写真ですね。ダイヤル部分が、六角ボルトになってますね。意外とこういうの嫌いじゃないですけどね。これが、天秤部分の写真になります。よく見るとこれ曲がってるんですよね。見ての通りこれじゃ天秤が動かないので、とりあえず板金から始めてまっすぐにして、なんとか動くようにしました。でこれが頭の裏から撮った写真になります。結構こういう、インパクトある状態で届いたんで、とりあえずバネはもう全部新品に変えちゃいましたね。そしてこれが、上の部分ですね。もう溶接の跡がそのまま残ってたり、もちろんバリとかスパッタとか、そのままの状態でしたね。そしてこれが真上から撮った写真ですね。これが油を入れる穴が一応開いてるんですけど、その隣になんか虫食いのような謎の穴が開いておりました。そしてこれが押さえを上げるレバーの部分ですね。またこれもいい錆び具合になってますね。いいですね。バネですね。これは結構重要なパーツです。バネに錆、結構レアですね。これがシャトル部分の写真ですね。この部分は必ず細かいペーパーで綺麗にツルッツルに、もう引っかかりがないぐらいにしておいた方が良い場所でございます。押さえ足を後ろから撮った写真ですね。針棒から糸が出てくる時に、この中のバリに引っかかって糸が切れてしまうことが多かったので、多少やりづらいかとは思いますが、この部分はもう
もう鼻血がビュービュー出るぐらい、もう綺麗に細かいペーパーでトゥルットゥルに仕上げた方が絶対いいと思います。もういっそのことこのネジも変えちゃいましょう。最後にこれが本体裏の部分になります。まあこのネジも含めてですが、ネジというネジはもう全部交換しちゃった方がいいと思います。今回はウワイトの方は通しておりませんが、簡単な動作の方をご覧いただこうかと思います。とりあえず手元にあったマスクを使って動作の方を見ていただこうかと思います。だいたい3ミリから4ミリのピッチで今塗っております。そしてこれがピッチを調整するダイヤルとなっております。一番締めた状態でほとんど動いてるか動いてないかよくわからない、もう足踏み状態ですね。そして今度はネジを緩めた状態にすると、ピッチの方が最大ピッチだいたい10ミリぐらいで縫えるようになっております。これが気持ちいいんですよ。もうこの音ですね、この音が最高なんですよね。もう縫えるか縫えないかは別として、もうこの音だけでいいんですよね。もう弾み車をこの頂点に上げた時に足が前に出て後ろにこうズルっていく、もうこの感覚がたまんないんですよ。とりあえず今回はこの辺でいじくり倒すのを終わりにしようと思います。世界初畳の上の発泡ミシンでした。